とにかく物とは何か、つまり存在性というのはもともと色付けがなくて、ただそこにあるものだと。つまりあること自体がもうすでにアートなんです、僕にとっては。ありながらそこに見えてないものはどう表すか。見えないものを自分はね、すごく表してるっていう気がするわけだよ。じゃあその見えないものって一体物の中で一体何だろうという発想で物を作ってるわけですね。何回も何回も同じものを使う、あるいは何回も同じような状況を作る。ただそれは古くなってるんじゃなくて、新しい方向に行ってるわけですよね。常に新しいものに興味があるんですよ。古いものはあまり興味ないんです、僕は。単にその表現が絵を描くとか彫刻作るとかっていうんじゃなくて、根本的に人間の表現とは何で成立してるのかな。物を作るとはそういうことですね、僕にとって。